黒すみれ、お前だけは絶対に許さない。最近黒すみれ様が、レイヤーに構って欲しそうなムーブを、これでもかと連発しているため、お望み通り早速こすっていきたいと思います。最近黒すみれ様は、自分の動画に、こんな感じのキャラクターを登場させています。あれ、このキャラクター、どっかの畜生に似ていますね。困惑。どっかの畜生にそっくりなんですけど、2P カラーかな、2P カラーの畜生かな。この畜生の名前は、緑木ルイジ、というそうです。任天堂法務部さん、出番ですよ。ルイジのパクリですよこれ。今すぐ黒すみれ様を訴えてください。しかしこの緑の畜生、レイヤーと同じ姿をしているのに、キャラ自体の性格は無難そのものというか、人畜無害もいいとこですね。見た目は畜生なんですが、性格は普通です。おい、緑木ルイジ、そんなんじゃ甘いよ。もっとサイコパス味を出していけよ。お前ならやれるはずだ。ルイジ、緑の畜生として覚醒してくれ。っていうかお前、言ってることが地味すぎて、いてもいなくても、ほとんど変わらないんだけど。存在感なさすぎだろお前。見た目だけかお前は、このパチモン野郎が。ルイジ、お前今のままだと、このままひっそりと出番がなくなっても、お前がいなくなったことにすら、誰も気づかないぞ。何やってんだよルイジ、お前それでいいのか、もっと自分を出していけよ。お前の本気を見せてくれ。いや、やっぱり出さなくていいわ。出したら問題が起こるかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。っていうか緑の長いツインテールって、どうしても初音ミクを連想してしまいますよね。いろんな意味で危ないキャラクターですね。これだけデンジャラスなキャラクターなのに、性格がモブキャラ同然というね。ルイジ、お前恥ずかしくないのかよ、煽り。さて、このようなパクリキャラを登場させた、黒すみれ様は、当チャンネルの評判を、大変著しく低下させました。そのため黒すみれ様は、名誉毀損の現行犯で、死刑とします。しかし、それでは黒すみれ様がかわいそうなので、代わりに緑木ルイジを死刑に処します。いやあ我ながら寛大な処置ですね。成人かな。しかしながら、黒すみれ様が無罪放免というのは、納得できない視聴者兄貴も多いのではないでしょうか。そのため黒すみれ様は、全解決穴確定の刑、とします。なお、黒すみれ様を裏から操っている、ゴルシ NP 様は、1万解決穴確定とします。その他ゴルシ組の皆様も連帯責任で、全員決穴確定とします。なお確定の回数は、任意とします。よろしくお願いします。また黒すみれ様は、次のような動画を投稿されていました。私がディールサイトで販売している、同人小説を動画でこすっています。こするのは良いんですけど、感度3000倍になっても知りませんよ。宣伝してくれてありがとうございました。DL サイトのレビューを読んで、監禁してて草、それ私も動画でやろうと思ってたんですけど、いろいろあって流れてしまったネタなんですよね。中井戸様のパロディみたいなレビューも来てました。私の同人小説、しっかり買っててくさ、ありがとうございます。赤木レイヤーのサークルで検索すれば、レイヤーの大人向け同人小説が出てきます。100円で販売中ですので、興味がある方は赤木レイヤーのサークルで検索してみてください。この動画の内容は9割冗談なので、決して真に受けないでください。これからも人畜無害な緑の畜生を、よろしくお願いします。黒すみれ様、動画でこすってくれてありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。